今回は株式会社ネクストレベルが20代の独身女性187名に異性との初デートの行き先について調査をした結果です。株式会社ネクストレベルはウェブメディアを運営している会社です。初デートで2番目に多かったのは映画館 54% です。映画を見るという目的があるため比較的誘いやすく、また誘われた方も OK しやすいようです。映画が終わった後は自然な流れで食事などに発展しやすいため、感想を共有し合いながらの食事や軽食を想定しています。私が婚活している時、デートは映画鑑賞にしませんでした。暗いところにあまり親しくない女性を連れて行くことに抵抗がありました。代わりに初デートで美術館に行きました。目的は映画鑑賞と同じで、絵画を見た後の食事と感想を共有することでした。